せ。貴様は俺の商売敵だが、今のところ不法侵入以上の罪状はない。今ならば軽い罪状で許される。許しなどいらない。この世界に許しはない。あるのは報復だけ。裏切りへの報復だ。裏切りへの報復。噂に聞いたことがある。赤髪の少年暗殺者、恐ろしく無感情で大将をただ冷酷に殺す。銃の腕前は超人的で、どんな体勢から撃っても絶対に外さない。まるで未来が見えてるようだったと。名は確か織田。こいつが殺し屋さん。救急車を呼べ。それに死刑もだ。死刑だけでいいんじゃない。秘書さんもう死んでるし。それよりもね、僕働き口なくなっちゃったんだけど、おじさんなんとかしてくんない。まずは救急車だ。さっきご飯おごるって言ったよね。え、言いましたよね。それは好きなところで好きなものを注文して好きなだけ食べてもいいってことだよね。ご飯食べながら僕の置かれた状況と解決策についてじっくりとっくり聞いてくれるってことだよね。ね、お前。僕は江戸川乱歩、覚えといてね。